こんばんは。午前2時半です。午前2時半、こんな時間まで、なんかだんだん学生乗りで、本当に私は名古屋で出張整体をやっております。小山です。映ってますか？またですね、肉気プロデューサーと一緒にですね、いよいよ本当に神出鬼没になってきた、名古屋港です。本日は映ってますでしょうか？ちょっとだ名古屋港水族館の周辺です。はい。ですね、今日はなんで僕が整体を始めたかという話をちょっとでは向こうの方歩きます。というよりは名古屋になんでいるか。ですね、私は千葉の市川の出身なんですけれども、当時勤めてたですね、接骨院、大学をまた別の機会に話しますが、大学を二浪しましてですね、もう1分、どこも行くところがなくて、で当時勤めてたバブルのラスト第4コーナーでもみんな大儲けしてなんとかっていう頃ですわ。本当にバブルだった頃にですね、この辺明るい、ですねと、勤めてた、スーツのイージーオーダー屋さんというところをですねクビになりまして、まあ、ちょっと上司と喧嘩してクビになったんですけれども、それまた話しますが、でその時にですね、行くところがなくて、当時通ってた接骨院、私足が悪いもんですから行くんですけれども、行ってたんですけれども、声入ってるかな、そこでですね、会社クビになったもんですから、院長にですね、雇ってくださいって行くとこなかったもんですから行ったらですね、資格もないのに男はいらないよって言って最初断られてたんですけど、はい、2分ね、ですね、少し歩きますか、断られてたんですけれども、なんとかお願いしますって言ったら、しょうがないな、じゃあ学校へ行くという形でなら、まあ、なんとかって言って使ってもらったんですね。でそれがきっかけでこういう体の業界へ入ったんですけれども、でその接骨院にいた時のにある時ですね、先生がちょっと研修へ行ってこいって言って九州の熊本へ飛ばされたんですね。で私今メタボリック状態ですけども、今よりも15キロぐらい痩せてたんですね。これよりももっと痩せてた。で九州の熊本に飛行機で羽田からビュッと飛んでですね、研修で行ったらですね、もう着いた途端に調子が悪かったんですね。でうわー、これは4日間の研修だったんですけど、持たないぞっていう話になって、でなんでこんなところへ来たんだろうな、散歩ね、もう、いう話になったんですけれども、そこでですね、ある先生がですね、僕のその最初の接骨院の先生が師匠だとすると、第二の師匠がですね、こんなごっついなんか怖い感じの人がですね、おっ来いってですね、僕の体をバキ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 っとやったんですね。でうわーっとなったんですけれども、でそしたらですね、本当にその時によく言う、本当に治ったな、本当に怖っ、もうこれだと、目から鱗っていうのはこれだと思ってですね、千葉の市川から出てきてですね、この名古屋の先生、今私は出入り禁止ですが、その師匠のところへ押しかけてって、でそこから居ついてしまったというのが、この名古屋にいる、きっかけです。ね、今もうやっぱりこう名古屋っていう街がすごくですね、僕には合ってて、よく名古屋はこうよそ者を嫌うって言うんですけれども、決して僕はそんなことはよくねないと思ってます。すごく僕は優しい街だなと思ってます。ここにいるからですね、こういうふうに仕事もできてるんだなっていう感じがします。東京関東にいたらですね、こんなことは僕はきっとしてなかったと思います。この町を本当に、名古屋っていう町、この中部圏は大好きです。ちょっと関係ないんですけれども、宣伝です。今今月、はがきを出してます。ちょっと電話番号は勘弁してね、こういう割引のはがきを出してます。それからですね、もしよければですね、これ名刺とタオルですけれども、こういう粗品もまた営業行為作ってます。欲しい方はですね、ホームページの方から連絡をいただいても構いませんし、携帯の方へかけていただいても構いませんので、送りたいと思いますので、こんなものいらない、いらなくてもそう言わずにお願いします。